情景が浮かんだもん。わかんない。わかってるやついんのこれ。わかんねえ。すごい人材がこんなにもいたのか、VR チャットでは。やっていきまーす。意外とうまくないか。おなじみのワールドですね、これ。前回もう5時間もやったから懐かしさすらあるわ。何がいいってさ、俺テレビ育ちだからさ、で昔のテレビとかの企画をさ、セットを組むってなったら一般人にはできないじゃない、我々。でも VR チャットの中だとさ、あんのよ。ありがたいことですよね。ちょっと裏見てみますか。どんな感じになってるか。もう裏が楽しそうですけど。なんか楽しそうでよかったな。なんかここが楽しそうなのが俺すごい幸せだわ。はい、じゃあモノマネ発表会始めまーす。はい、じゃあゆったりいきましょう。一人目の参加者こちら。庶民派な一面を見せるドラゴンボールのフリーザ。もう似てんだよ。お待ちなさい、ザーボンさん。鮮魚コーナーに行くにはまだ早いですよ。あと5分もすれば2割引きのシールが貼られますよ。すげえ。待って、クオリティ高い。レベル高っ。いや素晴らしい。気楽に皆さん、あの第一バッターすごいクオリティが高かったんですけど、クオリティとかじゃないんで、皆さん楽しもうの企画なんでね、そんな緊張せずに、はい、どんどんいきましょう。落としてあげるんで。お前の完成度が高すぎるように、ちょっと他の人ざわついてたぞ。はい、どんどんいかしてまいりまーす。かわいい。働く細胞より第1話の化粧板ちゃんが出てきて可愛いって言われたし、ごめんなさい。あのねトラブルで工事が遅れてるの。それでね、運送係さんが致命的なミスをしちゃってね、積み荷が下ろせないの。うまーい。しかもなんか懐かしさを感じるわ。いや、これでいいんですよ。これ分かる人も分かんない人いますよね。でも素晴らしい題材、素晴らしいですよ。はい、どんどん行きましょう。スーパーマリオ64より、寒いマウンテンスーパースノースライダーで落下して死ぬまでです。テレレレテレレレテレレレテテ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 ヤッハホーほいよ。テテテテテテおおおおタタラタタタタテーンテンテテテテテテうわおおおおおおストーリー性を感じた。わかるなー。てかやっぱあれだね、テレビの細かすぎてわからないじゃなくて、VR チャット民の細かくてわからないものまでだから、マジで細かいな。コアなやつにしかわからなすぎ。小安武人さんね、伏黒童子と、リオブランドと、高橋涼介。もうだな、もうだな。はい、お疲れ。うわ解散、解散。あー、なんでって。ああ、そういう。五条悟は、俺が殺した。では、ディオブランドで。人の名を、ずいぶん気安く呼んでくれるじゃないか。日は落ちた。お前の命も没する時だ。じゃあ、最後に、高橋涼介で。たとえタイヤが下手ろとも、俺の手に乱れはない。もうさ、一番最初のネタ発表の時から似すぎだろ。いっちゃ最初っからだったぞ。
いいなー、得してるな人生。機関車トーマスより、トーマスのキャラクター説明時についつい感情的になるナレーションの森本レオさん。ソドー島の大きな駅で働いているトーマスは6つの車輪にずんぐりした煙突、ボイラーも屋根もみんなずんぐりむっくりだ。トーマスは自分が一番の働き者だと思っているが、いたずらっ子でよくみんなをからかう。でっかい小丼だってお構いなしだ。似てるし、モノマネのチョイスと。もうさ、タイトルコールではおもろいんだけど、渋いね。千と千尋の神隠し。白の激鱗に触れ、水攻めされるカエル。お願いだよ、ハッサは。千に手を出したのは悪かった。頼む、お願い、助けて、お願いだよ、ハッサは。もううますぎるし、アバターもしっかり合わせてあるし、逸材しかいないな。本当はカルシファーもできるな。吊るすと叫ぶ鶏のおもちゃ。ね、ビレッジヴァンガードとかにある黄色いやつね。なんであれのモノマネしてみようと思ったんだ。なんでトライしたの。この声いけるかもなってなるか、あれ聞いて。おやるねー。米津玄師の代表作レモンを熱唱するニャース。なんでレモン歌わせたら、レモンを歌うニャースなんだよね。いい逆戦してるなぁ。あかんあかん、酸素足りん、酸素足りん。トテさん、機動戦士ガンダムのシャアの 声真似をします、モビルスーツの性能が戦力の決定的差ではないことを教えてやろう。おー、でも似てるな。まだだ、まだ終わらんよ。いや、後ろで喋んな、後ろで喋んな、後ろで喋んな。まだ終わってなかったのか。そんな似てないの持ってきたらそれやりたかっただけだろ。ずるあいつ。ここに落ちるっての仕様分か、お前前回もいたもんな、確かあいつ。このワールドの仕様分かってのネタだったな。オーディション番組で格の違いを見せる女王蜂アブちゃん。やっぱりライブにはか、やっぱりライブにはもう一回トライしましょう。すごい、いいですよ、いいですよ。これが許されるのが配信ですからね。こんぐらいの許さでいきましょう。俺もわかるわ。大人気インディーズゲームアンダーテールよりサンズのモノマネです。おお、すごい。俺やったことないけどわかるわ。うまー。パチンコを進める渚薫くんの声真似やります。それ渚なんだ。生きていくためには新しいパチンコを始める変化も大切だ。タンタンさん、君はこっちでパチンコを回せばいいんだ。
回してみなよ。今Q のね、エヴァンゲリオン Q の、シンジ君に問いかけるナミサ君でした。パチンコバージョンね。声めっちゃいいんだけどな。シンジ君クズに従ってるわ。マリオに踏まれているキノピオをやります。ありがとうございました。いいね、いいね、いいね、いいぐらいのレベル来たね。俺ベースがこんぐらいだと思ったんだけどな。ベースがえ、大人気ゲーム LOL より自身の能力を過信しトップのナサスにガンクを仕掛けるも返り討ちにされてしまい今後のプランが崩れるジャングルトゥイッチ。トゥルトゥ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 、おいらだよ。この匂い取れないんだぜ。すげえ。ウィザー、おお。そっちも。あなたのチャンピオンが倒されました。すげえ。似てるし、ナサスの方もするし、ピントンできてるし。俺もうね、情景が浮かんだもん。俺今情景が浮かんだ。どういう状況なのかが浮かんだもん。呪術廻戦のスクナ、その後に VR チャットの真実を教えるオカリンをやります。では見せてやろう、本物の呪術というやらを。領域展開福間水氏。次に、シュタインズゲートのオカリンをやります。きた、オカリン来た。ラボベンナンバー001。おい、邪魔だ。スタンミール、この可愛いアバターたちが見えるだろう。あ、だろうな言い方すごっ。どこだ。確かに合ってるな。 VR チャットに合ってるな、あのセリフは。本日は徹子の部屋ではなくダイソンの CM。 うわ、紙パック式掃除機は紙パックを変えたばかりでも繊維の隙間にゴミが詰まり吸引力が急激に落ちていく。それは目詰まりで空気の流れをせき止めてしまうから。ダイソンは違います。強力な遠心力で空気からミクロのゴミまで分離する特殊なテクノロジーの実現。フィルターや紙パック。うめえ。しかもダイソンの CM って結構みんな聞いたことあるから馴染みがあったな。よく覚えたな。覚えてきてくれたのかな、もともと思ったのかな。やりますね。早々のフリーレン第12話より、お誕生日のプレゼントを渡そうとしているフリーレンのモノマネします。フェルン、これは胸をでかくする魔導書だ。こっちはチンコをでかくする魔導書。男ってのはね、こういうの渡しておけば喜ぶんだよってスタミも言ってた。最低なフリーレン、バスしてすんだよ。適当言うんだったら。あることを調べるキティちゃん。ハロー、キティ、こんにちは。キティはみんなの人気者。わんぱく、意地悪、怒りんぼも。優しいキティと一緒なら、つなれて優しくなっちゃうの。でも、そんなキティちゃんにも、わからないことがあるの。変身に、バカエグいプラベ仲良しって何？はい。バカエグいプラベ仲良しとは、VR チャットユーザーの一部で発生した造語であり、プライベートなインスタンスで、常軌を逸したコミュニケーション行動を取ることを意味すると推測されます。ぼんやりしていて、よくわからないわ。すみません。よくわかりませんでした。
でも仲良しっていうからにはきっといいことをしてるんだろうな。よし、今度 VR チャットで遊ぶときにお友達に聞いてみよう。あー、拍手。拍手だー、多彩がすぎる。あ、切った、切った、頑張れ。オーディション番組で格の違いを見せる女王蜂阿部ちゃん、やっぱりライブは人間を超えないといけない時がある。バイオレンスって、普通にバイオレンス、バイオレンスっていうだけじゃダメ。バイオレンス。やっ。お前見せつけたらこれは。インターネットのこの音、大音量出したらマイクが割れてる性質も利用した一発芸でした。トイストーリーよりバズライトイヤー。いや、私の名前はバズライトイヤー。おっと、この先のセリフを忘れてしまった。おい、って台本取ってきてくれ。あ、思い出した。無限の彼方へ、さあ行くぞ。え、違う？嘘だー。いいですね。バズライトイヤーあれだよね、エンディングだよね、エンディングの NG 出してるバージョンだよな。うまいわ。細かいですね。何かがあった熊野プーさん。はあ、よく来たね、クリストファー・スタンミー。ここは82エーカーの森だよ。はは。見てます。株式会社サンリオエンターテインメントより、サンリオキャラクターボートライドのスピルモノマネ。皆さん、こんにちは。富国生命提供サンリオキャラクターボートライドへようこそ。これより先でのご飲食、おタバコ、フラッシュを使ったカメラなどの撮影はご遠慮ください。またご乗船中、立ち上がったり、ね、ボートの外に手や顔、足を出さないようにお願いいたします。それでは皆さん、キティパレスのパーティーへ出発です。いってらっしゃい。細かすぎ、細かすぎ。これ女の子あれだってなってんのかな、女の子あれだってなってんの。あのさ、ディズニーシーのさ、クリスタルスカルの魔球のさ、パコとかだったらまだ分からんかもしれない。俺たちキティちゃん分かんないよな。お、大根やん。スティッチのモノマネやります。お、来た。スティッチ、ソースケ、スク、うん、スティッチがスティッチの間にいる間にみんな早く逃げてる。あ、汗かいた。なんだなんだ、もう戦いだな。アバターずるいわ。ちょっと似てないしな。男出てきてた、スティッチの中にドス男出てきたぞ。赤ちゃんが生まれて、いつもより声色が優しくなる某クレイアニメのペンギン。懐かしいな。俺も見てたぞ、ピングーは。1995年代にはちょっと刺さったものまででしたね。白熱した実況をするボートレース小島の実況者、スタートまで編。前提枠なりです。分かんない。インコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番でスタートしました。わかんないよ。分かってるやついんの、これ。細かすぎる。ニッチ、ニッチで、やべえ、やべえ、VR チャット
ットで細かすぎてわからないモノマネするとこうなるんだ。おそらくフードコートはどこですかと尋ねたかった奈良県イオンモールのヤンキー。おい警備員、名刺。続きまして、おそらく店を予約したまでは良かったものの、その店が全く見つからなかった奈良県イオンモールのヤンキー。あかんわ、2本から消えた。続きまして、おそらく待ち合わせをしていたであろうアンパンマン自販機の前に立ってたヤンキー。今どこにおんねん。俺だからアンパンマンの前やんか。お前アンパンマン知らんの。本当に細かくて分からない方向性。オタクすぎて分かんないとかじゃなくて、テレビ仕様で来るなよ。芸人じゃねえか。本家集するネタ来ましたね。ふぅ、熱々、次行きましょう。ラーメン店創業者の宣材写真3連発。まずはラーメンの鬼たのみのる。続きまして、大正県山石和夫。わかんねえ。最後に六輪車三田亮生。やめろ、刺さりすぎる。あ、いねえねえ、いねえ、やばいやばい、あかん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 、あっつここで半分。結構スピーディー、50人ぐらいちょうどよかったら、俺これ80人やってたら腹ちぎれてたわ。自分をオロチマルだと信じてやまない一般男性がラーメンで優勝するモノマネ。今日はラーメンで優勝していくことにするわ。ラーメンの上にトッピングを専用ジャッシュ。あらやだ、美味しそうやった。やっぱりラーメンにはこれ、金色のやつ。今日もごちそうさまでした。はい、江戸店。オロチマルのクオリティも高いし、ちゃんとあれ YouTuber でいるんですよ。あのオロチマルの真似をしながら優勝する方がね、うまい。いや俺たちは今最後本当に俺を思ってるよ。俺も今最高のインターネットができてると思ってる。これ今俺最高の配信しちゃってるな。クラスに一人はいそうなデブのモノマネをします。あなたの好きなおかずよ、おかずわかるよ、唐揚げ。大正解、大好物は唐揚げ。醤油とマヨネーズをかけたらあれはもうたまんないよな。あれは人をどうにかさせるぜ。食えば食うほど腹が減るんだ。そして21年間食い続けたらこうなっちまった。なんかの呪いでもかかったような体だろ。まったく唐揚げのパワーってすげえよな。え、すごいすごい、コアな配信界隈にしかわからないものまね、ありがとうございます。アリケンさんですよね。確かに声は大塚だったね。赤身カルビちゃんのモノマネします。スタンミー、元気してたか。やったー、お前 V 字来たんだな。楽しいよな、この世界。すっごく分かってあげられるよ。さっきスターミーが食べてたバーガー、私も今から食べるね。うん、うん、めっちゃ美味しい。やばいな、これ。
すごい、なんかあれだったね、綺麗だったね。デブキャラじゃないカルビだったら惜しいな。でもあともうちょいだったら可愛すぎる。もっと太ってからちょっと出直してきてください。バーガーは3つ食べてからね。もうちょっとね、あの生体に油が乗ってるんですよ。潤滑油の方じゃないね、汚い方の油が取らないといけない方の油が喉に乗ってるんで、彼女は。バーチャル YouTuber 宝生マリンの動きすぎる自己紹介。アホーイ、ホロライブ3期生、宝生海賊団船長の宝生マリンです。すごー、似すぎ似すげー、いいね。しかも、あ、今そうだね、フルトラだよね。バーチャル YouTuber かぐやるなちゃんの声真似をします。ちょっと音量注意でお願いします。いきます。おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみ、起きてー、かぐやるなだよ。うわ、似てる、懐かしい懐かしい、ちゃんと思い出せるぐらい似てたな。 P ですね、 P。メタルギアソリッド5の冒頭の医者のシーン、カップヌードル版あなたにお話があります。いいですか。9月11日に特上カップヌードルが発売されます。大きな謎肉、地上最大です。さらにこのトリュフ香るスープ、そうです、今は9月、あなたの夏休みはもう終わっています。大丈夫です、大丈夫です、ナースナース、特上カップヌードル持ってきて、ナース。これわかんないんだけど似てるんだ。コメントめちゃめちゃ盛り上がってるやつ、似てんだ。そうなんだ。最後の最後でただの悪口になってしまい、ボスになった福野県の自害獄。見事剣王軍を倒したケンシロウだが、敵は剣王軍だけではなかった。無数の悪意、無数の悪意がケンシロウを襲う。次回、北斗の剣ケンシロウ、お前の母ちゃんデーベソー。似てる、これは似てる、うまー。確かに音質が最初ちょっとこもってて聞こえづらかったんだけど、モノマネ入った瞬間それがベストマッチしたな。機動武闘伝 G ガンダムより、主人公ドモン歌手のテンションの違い。番組初期、シャイニングフィンガー。番組後期、後藤フィンガー。スーパーロボット対戦、ブワーフーブワッドフィンガー。わかんねえけどもわかんわからないけど、おもろいな、質が高い証拠ですね。マインクラフトより、ゾンビに攻撃されてしまい、ゾンビになってしまう村人。動くのね。プン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 。うまい、うまい。ムーブも完璧。ヒットした時の音マジまんまだったね。ガチでまんまだった。いや、これ一連して芸術点で言うとかなり高いブルに入る。寝られてましたね。いいものを感じたな。いろいろなアニメキャラクターの声をさせていただきます。アロー君、こんなにたくさん人がいる前で声真似をやれっていうのかい。何を言っているんだい、福田君。いつもやっていることじゃないか。アナゴさんの言う通りにす。パパなら兄貴にです。おいすめよ、ここでなら俺のリサイタル開いていいよな。何言ってんのジャイアン、こんなところで。すげー、みんなの耳は壊れちゃうよ。バトルドームも出た。今日この素晴らしい舞台に僕を呼んでくれてありがとう。ギャントロス、俺もこの舞台に立てて嬉しい
ぜなあ工藤新一。おおにゃんちゅうだにゃでも嬉しいのにゃそーらせトビでございます。ハリーポッター私にプエルゴグルくれたのです。うおらまだおしゃくないよ助けてハル。これはプロの仕業だ。マジカルボイスすぎる。欲張りセットだったな。あの畳みかけてくる感じもやり慣れてたな。もしエレンが絶叫のマットピエロスタンミジャパンに憧れてロールプレイヤーになっていたら、俺は6年間このゲームをやってきて数多くのプレイヤーと対戦してきました。敵のスキルをいなしてカウンターで一気にとどめを刺します。俺以外の賞金組に会えると思うなよ。似てる似てる。ちゃんと見てんだな。僕あのオープンレグで賞金組っていう番組やらせていただいたんですよ。ありがとうございます。あの賞金組やったの5、6年ぐらい前なんじゃないかな。崩壊スターレイルより当たり前のことを教えるジンちゃんの声まで。ごぞう教えてやる。パーはグーに勝てるぞ。似てるって喜んでます。コメントも喜んでおります。いいね。呪術廻戦より大人になるとはどういうことかを諭す七海健人。君はいくつか視線を越えてきた。でもそれで大人になったわけじゃない。枕元の抜け毛が増えていたり、お気に入りの惣菜パンがコンビニから姿を消したり、そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。いやイケボすぎる。イケボすぎるわ。もう字が最初からちょっと入ってたな。ぴったんこカンカンでラーメンのレビューをするドクロベート with ナレーター。こちらが濃厚豚骨豚もだて焼きに昇る無双さんの濃厚無双ラーメンのりトッピングでございます。はてさてお味は完璧だ。完璧だ。ぴったんこカンカンっていう響きも久々に聞いた俺の耳。平成教育委員会やります。平成教育委員会、今日のゲスト菅原優也くん。四次元でモノマネ菅原優也くんの答え。正解。よくできました。よくできました。お、よくできました。よくできました。再現度で言ったら今まで一番近いかも。トーンとかも もうほぼほぼ被ってたね。やりますね。任天堂 3DS ソフトレイトン教授と奇跡の仮面のウェブ特番にて 3D で浮き出してくる謎解きに対して絶対に言ってはいけないことを口走るレイトン教授役の大泉洋。おおすげえ、なまら出てる。あ、こうなってくると奥行きが邪魔だな。似てねえし。これ似てないけど面白いシリーズね。いいよね。これタイトル勝ちのタイトル勝ちパターンですね。VR チャットにやってきたスタンミさんを激励するスル TV のモノマネ。こちらが最近 VR チャットにやってきたスタリーマーのスタンミさんです。うひょー。登場時周りからの痛い視線を見て大きな声を出したところ、スタンミさんからの続行許可をもらいました。俺の行動次第でこの企画潰すことだってできるんだぞってことで披露します。まずは軽いジャブから。おお、みんなもポケモンゲットじゃぞ。おお、こらー、これでも勝ってくらい誰でもできるネタだっていう評価をもらったところで、怒りのあまり卓上調味料を全部倒してしまいました。すっかりコメント欄も立場をわきまえ誠意の続行許可をもらったところで、お次に圧倒的クオリティのモノマネを披露していく。スタンミジャパンを
5億で買うんだい。すげーすげー、楽しそう。貯めたな、貯めたな、構成しっかりしてた、鳥肌立った、素晴らしい、一番最後にちゃんと持ってくるっていう。ゲームメタルギアより、ハンダの状態で無線通信をするスネーク。スネーク、どうしたんだ、肌汚いか。確かにユニフォームでネイキッドを選べば戦闘服の上を脱ぐことができる。だが裸になったところで迷彩効果は発揮されんし、体力の減りも早くなる。いいことなんか一つもないぞ。アルファ。うわ、どんな気持ちがいい。まあ、好きにしてくれ。そうさせてもらおう。ここで一つ聞きたいんだが。どうした？下半身は脱げないのか？なんだって？だから下半身は脱げるわけないだろう。まったく、どうしてフォックスには変人しかいないんだ。すげえ。すごい人材がこんなにもいたのか、VR チャットには。なんだここ。ハリーポッターシリーズより、本編終了して20年後のスネイプ先生。ポッター、今日の飯は何なんだ？おお、アスフォデルの球根のスープに苦いよもぎの天ぷら、素晴らしいグリフィンドールに10点。ああ、ポッター、飯はまだか？何？おお、はい、まだ食っとらんぞ、グリフィンドール10点減点。続きまして、ゲラのポッターと賭け黒ひげ危機一髪で勝負するも、速攻で2連敗し4万円支払うスネイプ先生。ポッター、ワーハイに少しでも勝てると思ってんならば大間違いだ。君の父親もひどく傲慢だった。勝ちかー、早い。しょうもな、このゲーム、マジしょうもないな。言わねえ、言わねえ。さっきすげえ気持ちよく寝てたのにさ、黒ひげしようぜって起こされて、なんで2万4000円も支払わなきゃいけねえんだって。なんで。じゃあもう一回な。だもなんだ。無理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 。はい、金借りました。こちらですね、私が元気とサバゲーに行った時のワンシーンをスネープ先生とハリーで再現してもらったということになります。動画の方でねありますんで、よかったら見てみてください。ゲラのハリーの方が元気ですね。卵を産む鶏。これ構成素晴らしいな。長尺の後にこのシンプルさだよね。ギャップが生まれていいよ。よろしくお願いします。ごめんなさい、鶏でつぼっちゃって。はい、鬼滅の刃より胡蝶を忍ぶ。もしもし、もしもし、こんばんは。今日は月が綺麗ですね。可愛いお嬢さん、あなたは何人殺しましたか？わ、私は鬼殺隊の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。あ、ちょっと似てるね。死んでるからもう聞こえませんね、うっかりです。続きまして、はい、進撃の巨人よりアルミンやります。その日人類は思い出した。あ、奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。いい人か、それは、その言い方はあまり好きじゃないんだ。だってそれって、自分にとって
都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから、すべての人にとって都合のいい人なんていないと思う。おお、うまっ。だからスタンミ、この話に乗ってくれなかったら、今君がこのタイミングで僕を落としたら、君は僕にとって悪い人になるね。うまい、アルミン素晴らしい。アルミンは次ラスです。次ラスらしいっす。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズよりジョセフ・ジョースター。これがジョセフ・ジョースターのやり方、置いてますます健在といったところかの。続きまして、チャーリーとチョコレート工場より、ウィリー・ウォンカ。今の素晴らしくなかった？真ん中の歌詞はやりすぎかなとも思ったけど、あのフィナーレーもう最高。続きまして最後、パイレーツ・オブ・カリビアンよりデイビー・ジョーンズ。最後の審判の時を先延ばしにしたいというやつは、向こう100年間俺の船で働け。どうだ、従うか？うまー、デイビー・ジョーンズ、しっかりとラストを飾ってくれたな。デイビー・ジョーンズ俺鳥肌立っちゃった。というわけで今全員が終わったところなんですけれども、リクエストお願いしていいでしょうか。一人目は僕がチョイスするのは、あのラーメン屋の方ちょっとお願いしたいんですけど。ラーメン店創業者潜在写真シリーズ、蒙古タンメン中本二代目白根誠。なんでパターン、なんで変えてって、なんで手札なんだよ。俺めっちゃツボだこれ。はい、マジで。シャツの色もちょっと赤になってた時、俺もおっとと思ったんだよね。奈良のヤンキー行ってみますか。奈良のヤンキーかな。むちゃくちゃ続きが気になるコンビニの前でたむろしていたヤンキー。なあ、親父捕まってん。親父捕まった。気になるな。第1回 VR チャットモノマネ発表会はこれにて終了したいと思います。皆さん表にお集まりください。はい、お疲れ様でした。皆さんすばらしい、本当に多彩です。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また企画だったりね、組もうと思うんで、もしかしたらモノマネ第2弾あるかもしれないんで、皆さんよかったら練習していただいて、レパートリーもっとあると思うんで、発表してみてください。はい、お疲れ様でした皆さん。さよなら。